皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。ついにマーゼルの重大発表が来ましたね。マーゼル、ファーストアルバムパレードをリリース決定ということでおめでとうございます。私も昨日のライブ配信をとっても楽しみにしていたんですけれども、生徒くんやカイリュくんなどメンバーが何度も今年は勝負の年と言っていたことがとても印象に残りました。 そしてこのアルバムの内容については少しタクトくんが匂わせをしていたりもしてそれを見ているとあきっとめちゃくちゃ充実した内容なんだなということがわかりました本当に楽しみですねそんな中で1月29日にはウォーターフォールという新曲が先行配信されることも発表されましたということで今日はファーストアルバムパレードについてそしてウォーターフォールなどについての 情報のまとめをお届けしたいと思います。そして二つ目にマーゼルのスケジュール1月16日から2月5日分なんですが、こちらは先日公開したばかりなので、今日はさらっとお話ししていきたいと思うんですけれども、ただ一つサムネにも書いたんですが、今週はテーマパークで遊ぶマーゼルが地上波で放送されるということで、そちらの件をメインにお伝えしていきたいと思います。 3つ目はマーゼル出演予定ライブの情報をまとめということで今日明日ついにビートアックスに出演ですがマーゼルのライブ情報をお届けしますはいということでまず1つ目マーゼルのファーストアルバムについてお話ししていきたいと思います3月20日にマーゼルファーストアルバムパレードのリリースが決定しておりますおめでとうございます こちらのアルバムは新曲7曲を含む全15曲収録ということで、すごいボリュームですね。めちゃくちゃ楽しみです。昨日、はやとくんがまだレコーディングが全部終わっているわけではないというふうな話をしてくれていましたので、まだマーゼル自身もこれから全貌がどうなるかをとっても楽しみにしているところなのかなと思います。 今回の15曲、タイトルがすでに発表されているものが10曲、そしてタイトルが発表されていない新曲も5曲あります。アルバムのタイトルと同じパレードという楽曲、そして1月29日に先行配信されることが昨日発表されましたウォーターフォール、この新曲2曲、それからまだタイトルが発表されていない新曲5曲を含む全15曲ということで、 さらにミッションは改めてレコーディングをされたリテイクバージョンとなっているようですね。このミッションを聞くとまたこの1年間での彼らの成長を感じられるんだろうなととても楽しみにしています。そんな中1月29日にはウォーターフォールが先行配信されるということが発表されたわけですが、昨日このウォーターフォールについてもライブ配信の中で少し話をしてくれていましたね。 今までの楽曲もめちゃくちゃすごかったのに、また最高難易度というようなお話もされていましたけれども、今回なんといってもこのウォーターフォールのダンスのコレオグラファーがゆめきさんということでめちゃくちゃ話題になっていますね。ゆめきさんが一人一人に寄り添ってくださったというお話も配信の中でありましたが、そんな一人一人の個性、持ち味を生かしたコレオグラフに仕上がっているのかなと、 楽曲ももちろんですが、ダンスを見るのもとても楽しみだなと思っています。では、そんなファーストアルバムパレードについて、これから携帯や特典の内容などを見ていきたいと思います。はい、こちらなんですが、まず携帯については、細かく分けると今回は7携帯あります。一つずつお話ししていきます。 一つ目が初回版ということで CD と32ページのフォトブックそして三ポをせケースが付いていて価格は4400円です。こちらは DVD は付いておりません。二つ目がデラックス版。こちらは CD と DVD が付いている携帯です。価格は5500円。DVD の収録内容についてはウォーターフォールのミュージックビデオその他は後日発表ということです。 3番目、通常版の初回プレス。CD のみの携帯で3300円です。こちらも DVD は付いていません。4つ目がユニバーサルミュージックストア版の DVD 版。こちらは CD と DVD が付いたサンポーセトールケースに入ったバージョンとなっておりますが、価格が7700円。DVD の収録内容は後日発表です。 5番目がユニバーサルミュージックストア版。こちらはブルーレイということで、DVD バージョンと内容は同じとなりますが、価格が少し違うので別で記載しております。CD、ブルーレイ、そして散歩をして通るケースがついて、価格は8250円。こちらも DVD の収録内容は後日発表となっております。6番目、7番目についても DVD とブルーレイで価格が違いますので別で記載しております。 ミュージアム版の DVD バージョン。CD と2枚の DVD。そして60ページのフォトブック。正方形ワンピースボックスに入って価格は9900円。DVD の収録内容は1枚目は後日発表で、2枚目にミュージックビデオコレクションが入っているということです。7つ目、ミュージアム版のブルーレイバージョン。 こちらも先ほどの DVD がブルーレイに変わったバージョンとなりますが、CD と2枚のブルーレイ、60ページのフォトブック、正方形ワンピースボックスに入って価格が1450円です。DVD 収録内容1枚目は後日発表、2枚目は MV コレクションとなっています。そして全ての携帯に共通して初回プレスの封入特典がついています。全携帯共通となっていますが、 トレーディングカードが全9種中ランダムで1種封入されています。さらにシリアルナンバー入り応募抽選券が封入されているということで、このシリアル特典の詳細に関しては後日発表されるということです。この2つ、トレーディングカードとシリアルナンバーについては全ての携帯で封入されています。 そして二つ目なんですが、各種発売記念イベントの開催も決定ということで、こちらは商品購入で抽選で当選された方にご招待というイベントのようですが、こちらの詳細も後日発表されるということです。 はい。ということで、今回も発売記念のイベントの開催も決定しているということで、そちらもとっても楽しみですね。さらに別途シリアルナンバーの特典も発表されるということですし、収録されている DVD の内容については、現時点ではまだほとんどわかっていませんので、そちらも今後徐々に発表されてくるのかなと、とても楽しみにしています。 そんな中で各法人別の特典については既に発表されておりますので、そちらも見ていきたいと思います。こちら、絵柄はまだ発表されていないんですけれども、どういった特典がつくかということについては既に発表されておりますので、こちらもご紹介させていただきます。まず、ユニバーサルミュージックストアについては、ご購入される内容により特典が3つに分かれています。 まず、ミュージアム版。こちらの特典はチケットホルダー、ダブルポケットタイプ、全一種となっております。それから、ユニバーサルミュージックストアで、デラックス版、ユニバーサルミュージックストア版を購入された方には、アクリルコースター、全一種。同じく、ユニバーサルミュージックストア、初回版や通常版初回プレスを購入された方は、IC カードステッカー。 こちらは全ハッシュの中からランダムで1種がもらえる特典となっています。さらに Amazon ではサインデータ入りビジュアルシート全ハッシュ中ランダム1種です。こちらの Amazon に関しては商品名にビジュアルシート付きと記載しているものを購入しないとこちらの特典が付かないようですのでお気をつけください。楽天ブックスはコンパクトミラー全1種。 セブンネットショッピングロゴ巾着全1種ロッピー HMV ビッグ缶バッジ全8種中ランダム1種タワーレコードクリアトレカ全8種中ランダム1種ツタヤポストカード全8種中ランダム1種上新ディスクピア上新ウェブショップ含むスクエア缶バッジ全1種アニメイト通販含むエルバンブロマイド全1種ネオウィング A4 クリアポスター全1種 上記以外の法人は A3 ポスター全1種となっています。CD 自体の携帯でも悩みますし、またこの法人別特典を見ると、どこのお店で購入しようかなということを悩むのもとっても楽しい時間ですよね。さらにしばらくすると、おそらくまたこの特典の絵柄も公表されると思いますので、そうなるとまた悩みが一つ増えるといった感じですね。 いずれにせよ、マーゼルの CD は毎回本当に豪華でとっても満足感が高いので、今から手元に届くのが楽しみで仕方ありません。はい、ということで、ここまでマーゼルのファーストアルバムについての詳細をお話ししてきましたが、すでに各ショップでの予約受付がスタートしておりますので、そちらは概要欄にリンクを貼っておきます。 はい。ということで、ここからはマーゼルのスケジュールをお届けしていきたいと思いますが、先週お話ししたばかりですので、今日は追加になったところを中心にサクッとお話ししていきたいと思います。まずは昨日からすでに新曲ウォーターフォールのプリセーブ、プリアットが受付スタートしておりますので、ぜひぜひウォーターフォールのスタートダッシュに向けてプリセーブ、プリアットをお勧すすめします。この件に関しては概要欄にリンクを貼っておきます。 はい。そして本日と明日は横浜アリーナにていよいよビートアックスボリューム2が開催されますね。もしかしたら今日ウォーターフォールの初披露があったりするのかしないのかというところも個人的にはめちゃくちゃ気になっているところです。そして先日もお伝えしましたがこちらのライブにはエンティーム学園の撮影も入るということなのでそちらの放送もまた楽しみにしたいと思います。 そして1月18日にはゾンターク踊りの星の放送があったり、あとはフールストアで現在配信されておりますダンクショーケース隠居セラドーム d a y 1の配信が終了となりますので、お気をつけください。そして1月19日からは d a y 2の配信がスタートします。 1>, 1月20日土曜日、この日は福岡ペイペイドームにて福岡ミュージックフェス2 0 2 4が開催されます。マーゼルの出演は14時20分から、スカイハイさんの出演が17時40分からです。はい、そしてこちらがお伝えしたかったことなんですが、1月20日土曜日14時30分から日本テレビにてエンティーム学園2学期、こちらに マーゼルが出演するということで、しかもただ出演するわけではなくて、なんとエンティームさんとマーゼルが平方パークで遊んでいる様子が放送されるということで、これめちゃくちゃ楽しみですね。エンティームさんとマーゼルの関係性というのは見ていてとってもほっこりしますし、マーゼルが音楽番組以外で地上波に出演するというのもめちゃくちゃ楽しみですね。 こちらのエンティーム学園については関東ローカルのようなんですけれども、ただテレビの放送終了後、TVer や Hulu で配信がありますので、全国の方がご覧いただけますので、これは本当に楽しみですね。はい。そしてそれ以外はいつも通りのスケジュールとなっておりますが、1月24日水曜日には22時からスペースシャワー TV にてマーゼルシークレットミーティングの前編が放送されます。 それ以外は必要な方はご覧になってください。1月27日土曜日は午前11時から日テレプラスにてバズリズムライブ2023が放送されます。BMSG からは d a y 1にマーゼルとノベルコア、デイ3に b ファーストが出演しています。1月28日日曜日は19時からフジテレビネクストにて JWave、i n s p i r e 京2 0 2 3エクストラ、シャープ1が放送されます。 ビーファーストとマーゼルが出演したライブです。そして昨日発表されました1月29日月曜日ですね。この日にいよいよウォーターフォールが配信リリースされます。ファーストアルバムパレードより先行配信ということで、まずはこのウォーターフォールを皆さんと一緒に盛り上げていきたいなというふうに思っています。 もしかしたらマゼラジなどでこの配信よりも前にこのウォーターホールが宇宙初公開となるかもしれませんね。はい。そしてそんな1月29日月曜日ですが、21時には YouTube にてウォーターホールのミュージックビデオが公開されるということも発表されております。 この辺りからのスケジュールというのはまたいろんなものがどんどんと追加されてくると思いますのでそちらについては改めてお知らせいたしますが現状分かっている主な予定としてはこちらとなっています1月31日水曜日に BMSG フェス23の DVD がリリースされますそして2月3日でダンクショーケース d a y 2の配信が終了となり 2月5日月曜日には22時からスペースシャワー TV にてマーゼルシークレットミーティングの後編が放送されます。もう少ししたらマーゼルのスケジュールがまたどんどんと公開されてくると思いますので、そちらに関してはまた改めてお知らせしたいと思います。はい。では最後にマーゼル出演予定ライブイベントの情報をまとめについてです。先ほどお話ししましたが、本日と明日は横浜アリーナにてビートアックスボリューム2が開催されますね。 そして土曜日には福岡ミュージックフェス2024が福岡ペイペイドームで開催されるということで本当に今日から土曜日までマーゼルライブ三昧となっています。そして2月24日土曜日には目覚ましテレビ30周年フェス in 福岡が北九州ソレイユホールで開催されます。はい、以上です。 本当にマーゼルのメンバーが今年1年間、勝負の1年間にするんだという決意が昨日のライブ配信を見ていてもとても強く感じられました。そしてミューズの皆さんを本当に頼りにしてるんだなということもめちゃくちゃこの配信から感じましたので、まずは新曲ウォーターフォール、そしてアルバムの発売に向けてミューズの皆さんと一緒に盛り上がっていきたいなと思います。 どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。